ウィーン国際空港は、オーストリアの首都ウィーンの南東 18km に位置するニーダーエスターライヒ州、シュベヒャートにある空港。ウィーン近郊だけでなく、スロバキアの首都、ブラチスラバからも 49km しか離れず便が、良い。オーストリア航空グループの拠点空港である。年間の旅客数は2100万人ほどであり、ヨーロッパで18位に位置している。オーストリアが、 冷戦時代に中立国であったため、歴史的に東西陣営の各地を結ぶハブ空港として機能し、今日でも旅客数の3割が東欧や中東方面への乗り換え客である。1938年5月14日にドイツ空軍のシュベヒャート基地として開設され、第5戦闘航空兵学校が併設された。1942年、ハインケルの工場ができ、 HE219 や国民戦闘機 HE162 が製造された。1944年12月7日には強制収容所が設けられ、収容者はハインケルの工場や醸造所などで働かされた。終戦後ウィーン近郊はソビエト連邦による占領地区となったが、シュベヒャート基地はイギリス軍に接収され英国欧州航空による定期便が開設された。 1953年12月11日に、オーストリア政府及び、ウィーン州政府、ニーダーエースターライヒ州政府の出資により、空港運営会社が設立され、1954年1月1日から運営の遺憾を受けた。アスペルン飛行場に代わって利用されるようになったが、当初2000メートルの滑走路が一つしかなく、1959年に3000メートルに延長されたのみであった。 新滑走路は1962年に計画され、1972年の認可を経て1977年10月6日より供用されている。1982年に高速道路 A4 が接続。1985年12月27日、元パレスチナ解放機構幹部であったアブ・ニダル率いるゲリラ組織によって、イスラエル・エル・アル航空のチェックインカウンターの行列に、 手榴弾が投げ込まれ41名が死傷するテロ事件が発生する東西方向と南北方向の2本の滑走路がある11-29の南側に3680メートルの平行滑走路を築造する計画がある高さ109メートルの完成とオスコ用リンク計画に伴って2005年9月落成ゼックナー ゼックナージワルテクニッカー GMBH による設計で、長部が基部に対して45度回転した特徴的な構造をしており、高さは109メートルとヨーロッパで最も高い。2012年6月以降、旅客向けにはターミナルの案内をやめ、チェックインカウンターの所在をチェックイン1のように案内している。シティアポートトレインウィーン S バーンの S7000 が接続しており、 ウィーンミッテ駅から途中7駅に停車し25分ほどかかる。直通特急シティエアポートとレインも運行しており、所要時間は16分。いずれも1時間あたり2本が運行されている。将来的に S70 線が接続する計画があるほか、地下鉄、U3 線の延長もしばしば提案されている。ウィーン及びその近郊から BB ポストバスが運行されている。 また隣国スロバキアの首都ブラチスラバからも近く、やはり連絡バスが運行されている。ターミナル1ターミナル 1A ターミナル3。ありがとうございます。